皆さん、こんにちは。テクニカルディレクターが中心に集まる技能者集団、ベースドラムによる、テクノロジーに関するさまざまな情報をお届けする番組、ベースドラムライブの、今回第57回ですね。今回はですね、キーボードのキー配列をテーマにお話しさせていただきます。私がですね、テクニカルディレクターの梶屋敷です。僕はテクニカルディレクターの黒木啓太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回はキーボードのキー配列ということでやってますけども、そうですね。皆さん、皆さんどうなんですかね、キーボードのキー配列がそもそもなんかキー配列を変えたことがあるみたいな人ってあんまりいないですかね。まあ、一般の人あはあんんままりり、変えないですよね。そうですよね。やっそうぱですりよもうね。普通についてきてるキーボードでやっちゃうと思いますそうですよね。ね。実は僕はですね、ちょっとキー配列変えてまして、ドボラクというキーボードの配列してます。DVORAK というドボラクというキーボードなんですけども、まあ、そんな配列にしております。ケイタさんは普通の僕は普通のクエリティで、クエリティ。一応、イギリス、ブリティッシュ版なんですけど、まあ、クエリティですね、普通に。で、じゃあ、ドボラクって何ですかって結構僕も興味ある。まあ、そうで知すってますね。けど、興味あるので。一応、そのドボラクの簡単な説明をするとですね、ちなみに今、クエルティって言ったのは、いわゆる多分皆さんが普通に使っているだろうキーボードは、だいたいクエルティです。そうですね。なんどうでぞクどうエルぞ。ティか、なんでクエルティかっていうと、キーボード見てもらうとわかるんですけども、左上からですね、QWERTY っていう、上段がそうやって並んでると思うんですけど、まあ、それを指して、クエルティというふうに言ってますね。でですね、そうなんですよ。道楽とは何ぞやっていう話なんですけども、なんでそんなキーボードの配列を変えるのかっていうことなんですけども、そもそも皆さん、クエルティキーボードで打ってることに疑問を持ってないですかっていう話なんですよね。ケイトさん、疑問を持ったそこうとです。ないですか？いや、最初はありましたけど、なんか後で、やっぱり配列が、打ちやすい配列になってるっていうのが分かったので、そうなんです今はね。もう全然慣れて、そうですね。そう。なんか皆さん、なんかこの、一見ランダムにいろんな文字が並んでるキーボードを見て、特に最初疑問も持たずに一生懸命こうタッチタイピングの練習とかをしていると思うんですけど、そうなんですよ。これね、実は、まあ、諸説いろいろあるんですけど、実はあんまり理由がないんじゃないかみたいな説もありまして、いろんな説があります。で、まあ、ちょっとクエリティの話からすると、これは本当諸説あるんで何が正しいかわかんないんですけれども、初めはなんかこうタイプライターだったじゃないですか、キーボードって。で、タイプライターって機械的にこうボタンを押すと、なんかその印刷するやつがガコンって上がってきて、文字が打たれるってやつだったんで、あんまり早く打鍵をすると、壊れてしまう。アームがこう衝突して壊れちゃうっていうのがあって、なんかそれをスピードを遅らせるためにこういうなんかわざとバラバラに複雑な感じにしたんじゃないかみたいな説があったんですね。じゃあそう、逆まあ、なんですね。そうそう、だから実は、あんまり早く打てないようにしている形なんじゃないかっていうことがあったり、まあ、それはそれで一つの説なんですけど、別の説としては、タイプライター売るセールスマンの人が、なんかそのお客さんにこう、うまいことデモンストレーションをするときに使いやすいなんか配置、なんかタイプライターとかって打つときに一番上の段だけ打ってるとか、なんかそういうようなこともあったりすると。いうことで、実はクエリティって、まあ、諸説あるんですけども、特になんかこう、早く打つための、並びではないんじゃないかというのが、割と通説だったりします。そうそうそう。で、片やドボラクっていうのはですね、僕みたいにそういうクエリティってなんでこの並びなのっていうのに疑問を持った人がですね、いや、まあ、その疑問を持ったからかわかんないですけども、いや、もっとこれ、打ちやすい配置あるやろっていうことを思って、研究したんですね。で、まあ、アルファベット、多分英語かな？英語のアルファベットの出現頻度とか、あとどういうふうな順番で打たれることが多いかっていうところを研究して、なんかそれに最適化して配置をしたっていうのが、ドボラクというやつになってます。なんでこれ一それっ説によるて、とですけど、一説によるとクエリティよりも10%から40%ぐらい、こう、素早く打てるみたいなことは言われてますね。それって、梶さんはプログラミングしてるから、
道楽を選んだってことですかね。いや、それがですね、あの実はプログラミングあんま関係なくて、まあ、プログラミング関係全くないことはないんですけど、まあ、僕がプログラマーとして入った会社、初めて入った会社の一番 できる先輩がいたんですけど、なんかその人がね、ドボラクだったんですね。で、これはかっこいいぞって思って、ただかっこいいっていう理由だけでドボラクにしたという経緯があります。はい。なるほど。そう。日本人だと、なんかカナ、カナのキーボード使うのかなとかって僕ちょっと思ったりもしてました。そうそう、そうなんですよね。僕次はカナ打ちはマスターしたいなと思っていて、カナ打ちってやっぱりね、なんか、ローマ字打ちと比べて大体半分ぐらいの打鍵になるんで、絶対速くなるじゃないですか。ちょっとカナ打ちはちょっと次にマスターしたいなと思ってる、はい、あのキーボードですね。なるほど。はい、で、じゃあ、まあ、ドボラクをどうやって見つけたかって今聞いたので、実際ドボラクって、はい、どんな感じなんですか。どのように取得したのですか。僕はね、習得したのは、ですね、結構無理やり変えましたね。ある日、ドボラクに、まあ、キーボードも変えずに、だから、なんですか、キーボードに字が書いてあるじゃないですか。まあ、その見た目と出る文字が全く違う状態にいきなりして、はい、で、タイピングの、なんか、インターネットとかであるこの練習サイトとかあるじゃないですか。あれで練習をしだしました。はい、で、その時も仕事してたんで、めちゃくちゃ大変で、ちょっとしたメールを返すだけでも、普通だったら1分ぐらいで返せるメールが10分ぐらいかかるんですよ。初め。打つのに。はい、で、もう初めなんかもう、なんていうんですか、なんかそのパソコン慣れてなくて、1本指でこう、文字を打つような人と同じような感じでちょっとずつやって、まともにスラスラ打てるようになったのはそれこそ3ヶ月以上かかりましたね。半年ぐらいかかったかもしれないですね。はい、そうなんですね。なんで結構苦労をして習得をしました。はい。で、はい、ドラクのじゃあいいところとかってあるんですか。なんか3回付きとかかかってまで。はい。一個は、やっぱかっこいいですよね。はい、かっこいいです。はい。これは個人的にですけど、まあやっぱ道楽を使ってるのはかっこいいなというのがありまして、なんかかっこいいなっていう自己満足で使ってますね。で、あとは、はい、さっき、タイピングが速くなるとか、あとはちょっとさっき言わなかったんですけど、無理な手の動きが少なくなるんで、例えばその キーボードめちゃくちゃ打つ人って腱鞘炎になったりするじゃないですか。なんかそういうのに、そういうのにならないとは言われてるんですけど、で、これ実は僕がですね、ドボラクを習得した結果、クワーティーがまともに打てなくなったんですよ。なんで、ぶっちゃけ比較ができなくなっちゃって、そこが。だから速くなってるのかがちょっとよくわかんないですよね。そうですね。なんか昔を思うと、昔よりはなんかそのプログラミングしてる時も指がバタバタしなくなったなっていう感覚はあるんですけど、うん、だから昔って結構指がバタバタしてなって思ったんですけど、最近はドボラクにしてからなんかスムーズな感じというか、自然にスッスッってやったら動くなっていう感じはするんですけど、あんまりちょっとね、クエリティもう打てないんで、わかんないっていうのが本当のところです。カジさんのキーボード、誰も触れないけど、カジさんも他の人のキーボード触れなくなったって。そう、他の人のキーボード触るときは、僕結構一本指でこうやってやったりとかしますね。なんかね、わかんないから。はい。やってます。そうですね。で、今、そうそう、他人が簡単に触れないっていうのは結構あって、うん、これはいいとこでもあり、悪いとこでもあるんですけど、例えばなんかそのパスワードとか、なんかそのハッキングとか、なんつうの、他の人が悪さしようとして触ったときに、まともに触れないから悪さができないっていうのがあるんですよ。例えば僕がパッパッパって打つのを見てても、パスワードが何か分かんないとか なるんで、それはいいところなんですけど、ただ僕らの仕事ってこう、例えば現場仕事とかだと、他の人とキーボードを共有することがあるじゃないですか、1個のマシンで。そうですね。うん、そういうときに、僕、ドボラクにして触るんですけど、
そのままドブラクにして、どっか行くとめちゃくちゃ怒られます。それはダメですね。めちゃくちゃ怒られることがあります。結構焦ってる時とかに、おやべやべっつって、なんかこう、いや、緊急事態だって言って触ろうと思ったらドブラクになってて、なんじゃこりゃってなって、すごい迷惑をかけたこととかが何回かありますね。はい。これは悪いところですね。悪いですね、はい。悪いです。で、あとはね、悪いところで言うと、ショートカットキーが結構混乱するんですよ。はい、ショートカットキーって、なんか、いわゆるキーコード、キーの位置で設定してるショートカットと、はい、あと、文字の種類で設定してるショートカットが、なんかソフトウェアによって違ったりするんですよ。ああ、なるほど。はい。そう。そう。なんで、ただ、コントロール V とか、まあ、そうですね、コピペのペーストの時とかの、コントロール V にしても、ドボラク上での V なのか、キーボードの、なんか、クエルティ的な位置的な意味での V なのかっていうので、違う場合があって、なんか、それで、なんか結構すげえ混乱することがあります、ね。それ非常に、はい、はい。で、あと、僕、そもそもその、エディターって、いわゆるプログラミングをする、各ソフト、メモソフトみたいなやつ、Vim ってやつ使ってるんですけど、Vim はもうそのショートカットの塊なんですよ。全部がこうキーボードで操作するんで。そうですね。それが、そう。それが一応、クエルティ用にいろいろ最適化された位置になってるんですけど、そう、ドボラクにすると、それ全部バラバラになるんで、結構大変ですね。で、そうですね。はい。二つの派閥があって、クエルティ用の配置に戻す場合と、ドボラクでバラバラになったやつの方になれるっていう二つの流派があって、僕は後者の方の、バラバラになった方になれるっていう、過激派の流派なんで、今はそっちでやってます。すごい。はい。はい。いや、ショートカットも混乱しますね。そうですね。なんか、はい、まあ、今話聞いて、ドボラクってすごいなって思ったけど、自分では3ヶ月はちょっと無理だなっても思いますし。そうですね。あんまりおすすめしません。他にもなんかもういろいろ別なレイアウトとか、キーボード配置とかってもあるんですけど、なんか。はい、ありますよね。うん。アゼルティとか、はい、リーポーとかなんかいろいろあるんですけど、ね、はい、そこまで、本当に僕もちょっと、経験したっていうか、イギリスで働いてたときに、フランス人のキーボードがめちゃくちゃな、確かディーポとかのレイアウトで、本当にタイピングできなかったっていう経験も、ので、はい。じゃあ、クエリティで満足ですか、ケイトさんは。全然満足ですね。やっぱり、はいはい、他の人のパソコンとか使ったりよくしてたので、やっぱり普通のやつでないとダメだなって、うん、すごい真っ当な意見ですね。はい、ありがとうございます。いや、そうなんですよ。だから、まあ、あんまりおすすめしないですけど、皆さんでも、まあ、なんか長期休暇とかね、3ヶ月休暇を取りますとかがあったら、ぜひドボラクをちょっと試してみてほしいんですけどね。そうですね。まあ、あと、キーボードとかに関しては、なんか、いろいろメカニカルなのかとか、キーボードの高さとかいろいろありますけど、それはいつか、そうそうそう、そうですね。ね、まあ、別の回でもね。そうですね。なんで、皆さんだから、だって日常的にほとんど、まあ、特にデスクワーカーの方とか、日常的にずっと使うツールだと思って、ぜひね、疑問を持ってほしいんですよね。クエリティでやることに。はい。ということで、そろそろもうあれですかね、お別れの時間が。そうですね、あともう1分ぐらいなので。はい。じゃあ、ぜひぜひ皆さんですね、ドボラクに、ドボラクちなみに結構、言うてメジャーな配列なんで、Windows であったりとか、Mac であったりとか、キーボード設定のところに入ってるんですよ。なんで、試してみるっていうのすぐできるんで、ぜひぜひちょっとね、試してみていただければと思います。はい。かっこいいです。はい、皆さん試してみてください。はい。ということで、じゃあ、そうそう、もうお別れの時間が近づいてきたということでですね、BD ライブではですね、毎週このように、テクノロジーに関する、テクニカルディレクター目線でのトークを配信しています。本当かと、テクニカルディレクター目線のトークだったかは、今日はちょっと疑問が残りますけど、よろしければ、
高評価とチャンネル登録をお願いいたしますということですね。はい、あとですね、またあのテクニカルディレクターに語ってほしいテーマ等ありましたら、コメント欄にリクエストお書きください。それですね、今週もありがとうございました。また来週お会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。